tps t www.autocar.jp/wp コンテントアプローズ2022-08メルセデスアムグ1次期に介助 55-4.jpg メルセデス AMG の新型ハイパーカー1-1の生産が英国で始まりました。F1 用エンジンに4機のモーターを組み合わせたハイブリッド車で メルセデスの歴史上最もパワフルかつ最速の市販車となっています。メルセデス市場最強最速。路上の F1 マシンとも称されるメルセデス AMG の新型ハイパーカー1-1の生産が英国で開始された。今年後半に納車開始を予定している。新型1は最高出力 1063PS を発揮し、 メルセデス AMG の行動向けモデルとしては最もパワフルな市販車となっている。F1 用の AMG 製 1.6LV6 エンジンの改良型に4機の電気モーターを組み合わせたハイブリッド車で、2シーター、左ハンドル仕様のみが販売される。最高速度は時速 352km に制限されているが、 1997年のメルセデス・ベンツ CLK GT-R の時速 344km を上回っており、同社史上最速の市販車である。価格は275万ドル、約3億7000万円から。275台の限定生産だが、すでに完売しているという。A ・ウェストミッドランズ州コベントリーで手作業により製造され、 エンジンは F1 パワートレインの製造会社がブリックスワースで組み立てる予定。メルセデスによると、50人以上のスペシャリストが16の組み立てステーションで組み立てを行い、テストドライバーによる試運転を経て、ドイツアファルターバッハにあるメルセデス AMG 本社に運ばれ、オーナーに引き渡されるという。メルセデス AMG の会長であるフィリップ・シーマーは、 次のように述べている。メルセデス AMG-1 は開発から生産に至るまで、当社がこれまでに手がけたプロジェクトの中で最も野心的なものです。電動ドライビングパフォーマンスの未来に向けた、メルセデス AMG の新たな高みを示しています。エアロダイナミクスに重点を置いた設計。新型ワンの開発には、 メルセデスの市販車部門と英国に拠点を置く F1 チーム。そして AMG ハイパフォーマンスパワートレインズ部門が密接に関わっている。当初は2019年の発売を予定していたが、F1 用エンジンの排ガス規制や高度なエアロダイナミクス開発が難航していた。メルセデスベンツのオーラケレニウス CEO は最近、ワンの 開発を承認したとき、私たちはきっと酔っ払っていたのでしょうと冗談を飛ばしている。車体のベースとなるのはスチール製ロールバーを内蔵したカーボンファイバー製モノコックだ。このモノコックがハイブリッドパワートレイン用の大型リアサブフレーム構造とカーボンファイバーおよびシタン製のリアシャシーを支えている。スタイリングは 2017年のコンセプトモデルをほぼ忠実に踏襲している。しかし、5年間の開発期間の中で、高い性能目標を達成するためにあらゆる面が刷新された。カーボンファイバーと複合プラスチックを組み合わせたボディは、最大限のダウンフォースを発生させるために開発されたもの。また、フロントエンドの冷却ダクト、フロントフェンダー上部のルーバー。 伸縮可能な2ピースのリアウィングなど、可動式エアロパーツを多数装備している。走行中、エアロダイナミクスのレベルを3段階に調整できる。ダクトとルーバーを閉じ、リアウィングを格納したハイウェイ。ダクトとルーバーを開き、リアウィングを伸ばしたレースマックスダウンフォース。ダクトとルーバーを閉じ、リアウィングフラップを格納したレース DRS。 ドラッグリダクションシステムだ。ノーズには大型ダクト、キャビンには弧を描くエアボックス。リアにはエンジンルームから熱気を排出する大型エクストラクターが装備され、デザイン的にも重要な役割を果たしている。ホイールはセンターロック式で、フロント19インチ、リア20インチを採用。素材は単造アルミニウムが標準だが、 オプションで単造マグネシウムも選択できる。タイヤは特注のミシュランパイロットスポーツカップ 2RM01 を装着する。